環境に配慮した次世代自動車として期待される電気自動車の普及に向けて国が動き出しました。開発されたばかりの電気自動車を国が調達し、地方自治体に無料で貸し出すことになりました。電気自動車はハイブリッド車と違ってガソリンを併用せず、電気だけで走ります。家庭用のコンセントから充電でき、このタイプの車だと14時間で満タンになります。1回の充電で160キロ走るといいます。環境省では2020年までに新車販売の半分を次世代自動車とするという目標を立てています。今回の地方自治体への貸し出しを普及への第一歩と位置づけ、およそ4億円の予算を組みました。神奈川県や愛知県など6つの自治体と郵便事業会社などに年明けから合わせて52台を無料で貸し出します。来年は電気自動車が市場に初めて本格投入される電気自動車元年で、ございます。その先兵としてこの事業が日本を引っ張っていってくれることを切に願っている次第でございます。今回の貸し出しは町へ出ての実際の利用という実証実験も兼ねていて、メーカー側にもメリットがあります。私どもこのリチウムイオン電池を積んだ車としては初めてですから、皆さんのご意見を伺って、それを改良に加えるということと、からより多くの人に触れて見てもらえるという、PR 効果と2つ大きなポイントがあると思ってます。電気自動車普及への大きな課題はガソリン車の3倍にもなる価格と外出先での充電です。メーカーの開発努力とインフラの整備が鍵になりそうです。課題はいろいろとありますが、角田さん、次世代自動車いよいよ本格始動という感じですよね。そうですね、今日も斉藤環境大臣がね、来年は電気自動車元年って宣言したんですけど、私その背景に、ね、3つぐらい理由があると思うんですよ。で、1つ目はね、国内で三菱自動車、富士重工業がいよいよ来年から自動車販売する電気自動車、2つ目はね、充電施設もね、昭和シェルが神奈川のガソリンスタンドに初めて設置する、3つ目、アメリカでもビッグスリーへの公的投資のね、条件の中に電気自動車の開発が盛り込まれてるんですね。ですからこれはね、世界も日本も世界も大きな波になるんじゃないかなと思いますね。本当に環境のためにもですけれども、景気回復のためにも何とか課題をクリアしてほしいですよね。そういうことですね。